今日から使えますよ、あれ。オータムフェスティバルの時の、1位の景品、景品ってかなんていうか景品のアバターが、はい、行ったね。今日からです。みんなぜひゲットしてください。今回はがっつり猫ちゃんにしてみました。こう猫、あ、そうそうそう、今までね、まあ、2個作ったんですけど、それもにわまるくんとその自分のアイコン、アイコンじゃアバターか、自分の容姿をアイコンにしたやつだけやったから、猫ちゃんだけ作ってないなって思って作りました。尻尾見えた今。わざわざすれば。え、かわいい猫、転んでくれた。かわいい猫ちゃんでしょ。うちの子本当にかわいいんです。まあ、ここに本人いるんですけどね。着替えたよ、ありがとうございます。何、はい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 、何何何、尻尾だけとかブロかよ。もう尻尾しか出演してくれへん、悲しい。出演しようと思ったらさ、できるんですけどね。かわいいね。ご本人がいらっしゃいます。てか今どっか行っちゃったけどさっきまでいました。なんか蚊がいる気がした。がさ、今さっきさ天気予報を見たんね、スマホで。今日どんぐらい寒いんかなって思って、 そしたら今日はな22度とか、まあ、昨日よりはまだマシかと思って、でだいたいスマホのなんかスマホの携帯って1週間分ぐらい見るじゃないですか。だからその来週ぐらいの天気見たら、なんかさ17度とか18度ってさ出ててさ、とうとう10代に突入したよ。マジで秋どこ行ったやろって感じ。
え、昨日より寒い？でも温度的にはなんか昨日より上がってた。そう。なんでだろうって。あ、麦さん、麦、今一度です、冬眠します、おやすみなさい。やばいな、北海道の方が秋どこって感じやな。昼から雨、あ、昼から雨なんか、だからか。麦さんって、そう、麦さんも来てたけど、ちょっとか言っちゃった。大阪、昨日よりマイナス2度で最高気温20度って珍しく書いてた。じゃあもうスマホが嘘つき、やめよう信じるの。今はね寒い。朝やからかな。でも昼はな、ほぼな教室の中おるからな。あんま外出ないよね今日は。今日もやけど。行く時と帰る時ぐらい。だって今日何曜日？火曜日やろ？体育。チャルはあるけど、体育館やから火曜日は。火曜日はっていうか、最近のやってるやつは火曜日なんで。最近のやってるやつは体育館やんなんで。そう、あんまり外出ないですね。秋はオートフェスだけだった。暑かったけどね。ね、暑かった。今見たら最高気温20やんねえと。でも多分目覚ましテレビの方が正しいと思います。16度寒いな、わな、今の最低気温ぐらいちゃう、寒っ。昼でも今の2度ぐらいしか、マジか。でもあれやな、寒暖差が減ってきた。そんなことないか。一日での寒暖差は減ってきたと思う。でも今週1週間しばらく同じぐらいの気温やったから、野菜ドジボールしないの。中学生になったらそういうこともしなくなるんです、みんな。5時に T シャツ、なかなか寒かった。それは寒い。昨晩 NGT の子が新潟か、寒くてストーブつけてるって言ってた。確かに。でももうそろそろ出していい気温にはなるよね。昨日ショップでメッセージボード書いてきました。おお、ありがとうございます。楽しみ、メッセージボード。なんか麦ごま豆にミントアバターあるなってお試しも、あ、そう、新しいやつです。あのやつ、オータムフェスティバルのやつです。
なんか会社とかお店の、そういうことですね。そういえば食してから見にあったのは紅葉とフェスティバル初めでしょ。ほや、そうなんですね。じゃあ初めましてでした一応また萌え来ました。ありがとうございます。ぜひ見てってね。あ、戻ってきた。あ、おはようございます。おはようございます。何をしてはる？天気は気温も知れる。あみちゃんの配信好きね、ちょっとユネスいなくてもこれで。でもスマホの天気予報やから全然間違ってる可能性もあるので、皆さん全部は信じ込まないでね体調気をつけてね。ありがとう。ライブイベントお疲れ様、ありがとうございます。イエイイエイ。11月3日の誕生日は御堂筋で松検査はやるから。星でも分かるってすごいな。真ん中星でもさ、松とんばが分かれば松検サンバって分かるの。5番目、どっちやめなさい。松検サンバやるか、入ってほしいね。おもろいねんけど、御堂筋で松検サンバ。劇場近く、ほんまに劇場近く寒いねんな。なんかクーラーの温度が設定できひんらしくて、温度設定できひんくて、だからこの前そ寒すぎて、何度になってんのって思って見たら19度とかやってんさ。違う、13やめっちゃ低かった。そう、13なんかさ設定できんのって思って、全体的に13になってるからどこも寒くて、なんか多分鏡部屋のクーラーを13にしてそれを他の部屋に回してるみたいな感じですね。その共用部とかそこら辺に回して、まずスタッフさんがいる部屋とか多分もうあるらしいんですけど、夏でも若干寒いって感じる時ありますもんなんかだってエアコンのさ温度で13度って私初めて見たよ、生まれて初めてびっくりした。ジャパンツイレグッズ、グスプラクスタ引いてきました。ミソラリオピアミタンでした。おお、いいですね。ちょっともうすぐ終わっちゃいますもんね。私はアバターいただきました、ありがとうございますそうそう、さすがにそうそう、タンクトップで寝るのはやめないとか風邪だやめといた方がいいよ本当に風邪ね、ちょっと風邪ひいちゃう。そういえば昨日が13歳ラストになる。あ、そう、もうこれからさ基本ラストに丸になるねあ、違う、ラスト13歳ラストなんとかになるね。先週末が楽しかったから土日に戻ってほしい戻ろうぜ。あやぴょんの相関図やみちゃん出てたよ。え、そうなんや、相関図
あああれ公園ちゃうか公園傘持ってきや。帰りも降ってるかな。半信半疑出てきよう。いや一応なんかあれ程度になんか一応なんか情報として持っとよはいるけどみたいな。むちゃんが毎日は自分で起きて配信してる。あゆみちゃんは偉いな。確かゆまちゃんもね、なんか毎日配信、最近配信してるよね。誕生日配信長時間、長時間したいねんけどさ、ビーツもしたい。いや前みたいな感じだと思います。夜8時までやるみたいな感じ。今日もナンバラ行きます。今日もナンバラ行けるんや、すごい。当たるのもすごいよね普通に。そんな毎回毎回運いい。別には天気予報士の資格ないのに予報士を変えられるんでしょうけど。でもじゃあでもさ、なんか天気予報はちゃんとしたやつのはずやのにさ、あそう、アミちゃんのために何言うよ。星なんとか天気象予報士になる。すごいで。ありがとうございます。13度ある意味知れん。それな。ちょっと13度覚悟になっちゃってる。塩をつけてあげて。もう切ったように、それで。でも切ったら切ったらやな。全体的に熱くなっちゃうねんな。知ってはいたけど、あやぴょんに狙われるあやみちゃん。あれか、わかった。あ、相関図ってあれか、相関図。あれやな、今やってるね。劇場のロビアさんもイメージある。ちょっとあれも普通にあそこにクーラーついてる。おっと、見物全体的なエアコンシステムかな。そう、多分業務用みたいなやつやから、多分結構下げれるやと思う。そんな冷蔵室やん。そんな、だからさ、劇場おる時マジでも手がかじかむのよ。文字打たれへんもん、スマホで寒すぎて。13度なんて冷房入れる前の温度としか見てない。それな、冬の部屋、冬の室内よな、13度なんて。クスポの悩みのキラー頑張ってほしい。持ってんかな、ママ。あみ分からへん、ママのグッズ情報。あみ自分のグッズはちょっと嫌なんで、自分のグッズは自分で持ちたくないや。てか自分でなんか所持したくない。飾るとかじゃなくて。山田くんが入った。そう、
ちょっと猫ちゃんが今日は多くなっちゃいましたね。でも全然何でも大丈夫です。アバターは今日はラスト2週間もう何でも言えるこれは誕生日になるまでのラストオムライスかもなとかも何でも言える。いや裏生じゃないですよね。うん、分かったわ。13歳じゃなくなるのか。それで14夜でアミと並びます。今日が13歳ラスト何目かもしれん。確かに飲んますおもろい。ちょ勝手に動くなしやめて。待って、どこ行った。めっちゃ下行っちゃった。やばい。よし、どこ？ここどこ？あ、来たかも、来たかも、来てないかも。どこ、ここ。今3日ぐらいで元家とったけどな、やっぱ西江ちゃんも言ってたもんな。走ったら一粒も打たないと帰れるやろもんな。なんかすごいね。表面力欲しいわ。使っても走っても疲れへん。走っても疲れへん。ほんで走ったら雨避けれる能力欲しい。劇場は極寒、お店や電車はもう猛暑、外は涼しい春秋なのに、なので今は場所によって四季が感じられる。それはそう、それはそう、すごいね。あ、春と秋って一気に感じれるね。アピオンが狙ってる8人に入ってました。やったね、多いね。頑張ろう。俺がいな行かなくて誰が行く。かっけー。こっち晴れだから天気公開しよう。もちろん気温もね、一日だけめっちゃ寒いやん今日。1でしょ、だってやばい。1桁になっちゃった急に。病院狙われてるのか。そうらしいです。で現れてるんです。はい。10期生さ、結構いろんな子毎日やってる子、イメージやってるイメージある。偉いね、みんないっぱいやって。着替えたよ、ほえみよ、ありがとうございます。予報ではやってるうちじゃない。そう、まあ、いろんなな違法あるから。あみちゃんの相関図みたい。あみちゃんもいつかやれるから。おい、あみちゃんそこで流した。あ、待って、なんかやらないと。やばいね、カーリンはガヤピョンのやつ。なんかあんま関係ない気がするな。あやぴょんさんがあやみ狙うやろ、でそのあぴょんさんはが狙われる。あれ繋がらなかった。ここ丸いね、なんか
やちるの名前で出た。ちょっとあやちるってあやみのチルドレンにもなってておもろい。またどこかどこでもらえる？どこでもらえる？ああここで星1個だけでもなんかギフト投げてくれればもらえます。13度なら美味しく食材が保存できそうです。じゃあもう腐らないですね、お弁当とか置いてても。白紙変えたけどあやみちゃん乗ってめっちゃ包みたかった。そう半袖やからめっちゃ寒くてさ。びっくりした。だからそのあやみ鳥肌立って待ってなんか受付してる時結構なんか握手会の時受付でめっちゃなら詰まってはったから結構ちょっと待ってたんですけど、その時にめっちゃ鳥肌立っててちょっと撫でてたら隣のブースのリサさんのファンの方にめっちゃ笑われました。寒いのって感じで見られる。あやぴょんがあやみちゃんって可愛いの可愛がられるの苦手じゃないかなって。全然苦手じゃないです、むしろありがたいです。あやぴょんさん好きやん。ちょろい。ちょろいのがバレてしまう。なんかすごいなんか何タワーですかこれは。ムーチョさんがムーチョさんがありがとうございます。なんかめっちゃすごかった。しかもずっと結構残ってるからタワーってこと。イエーイありがとうございます。めっちゃハロウィンの2万タワーってすごっ。待ってました。みんなの親もさすがや。もうじゃさんすごってありがとうございます。10時入れるのめんとこで言ったらかっこすぎるやろ。ちょっとね、そんなセリフ言ってみないですか、みも誰かに。ちょっと連打めんどくさくなったからこれ息あげるねつって、はあすごっ。2万どんぐりだ、すごい2万どんぐりだ。2万どんぐりありがとうございます。あやぴょんさんがみたんを可愛がってるミヒを見るのが正しい。自分が可愛がってる子がまたさらに下の子が可愛がってる構図が深夜場面ってことで、ありがとうございます。やったね。それあぴょんさんと同じチームになったからこれからちょっともっとね喋っていきたいと思います。あらそろそろもう私も終わらないといけない時間ですわね。あみちゃん学校来たが、あみちゃん時間来たから学校行くね、頑張ってね、いってらっしゃい、お互い頑張ろうね学校。ではそろそろ誕生を読みたいと思います。13位ひーたろさんありがとうございます。12位横浜のるさんありがとうございます。
11位、高政さんありがとうございます。10位ジョーさんありがとうございます。9位ひーちゃんさんありがとうございます。8位ヨシさんありがとうございます。7位風呂敷さんありがとうございます。6位宝野さんありがとうございます。5位みかんやさんありがとうございます。4位のまささん、まあ、まさのさんありがとうございます3位のはしんのすけのすけさんありがとうございます。2位黒沢さんありがとうございます。そして1位はむーちゃさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あざます。学校頑張る。ありがとう。頑張る。よいしょ。今日は29ですね。はい、火曜日。初めて初アバターを描きます。この配信あのボードで、まあ今日からなんで。よし。麦ちゃんはね、あのおでこに M の文字があるのが特徴です。むちさんにお会いしたいね。みんなどんな人か気になるよねということじゃん。今日の1位はむーちゃさんでした。ありがとうございます。じゃあみんななるほど、のんまさってことね。まあ自分でデザインしたので結構うまく描けましたね。よし、ありがとうございました。ではさすがにうまいやんね。おー似てる。当然期待されるとは言いにくいほんまに麦ちゃんのおでこ、ちょまた載せるな写真。いい感じに撮れたら。これ M、 そう M やで。ほんまにな、 M の形があんねん模様に。麦ちゃんよし。ということでありがとうございました。さすがにやばいので明日何ぐらいしようと思います。朝はいちょっとやらないとということで今日はありがとうございました。また明日も7時からなのでよろしくお願いします。またね。バイバーイ。